では、レコーディング始めます。えー、今日は、毎文講座1400年の封印、聖徳太子の謎に迫る後期第3項ですね、えー。4世紀英雄時代の復元というテーマでやります。これ、今映っている画面は、Web マガジンプロメテウスという、私が運営している、うん ウェブ雑誌ですねウ。ウェブマガジンに載せているやつで教師としてこういうのあの経国、えー、天皇とですね、神武皇后の四世紀英雄時代の復元というのを載せてますね。えー、あのうまあこ毎分講座ですから。 あの一応授業でやってるんですけどその復習用にあのウェブマガジンにも掲載してあるということであります。まずその蛍光点の架空説についてからなんですけど。であのえー えー、新しい教諭で新しい教諭でこちら側がですねあの、えー、YouTube 用に作った画面ですね、えー、それで、えー、講義は進めていきたいと思いますであの、えーまあ、4世紀英雄時代をまあ復元しようと ということなんですけど、まあ、主にあの慶光天皇と神宮皇后の話、まあ、山田毅の話もしたいんですけどももう膨大になりますからね、えーまあ、どうしてもですねそ,その二人中心に、えー、なってしまうわけですね、えー、まず一ね、えー、ですから全体としてのあれは、まあ、大垂らし大た、えー、慶光天皇は 大田らし以ですね。から、あの神宮皇后が沖縄が正し姫ですね。ですから、あ、大田らしから正しい統合成し遂げ、強制誇るや。まあ、あの大谷島の、えー、山え、政権によるその統合を成し遂げて、ええー、強制を誇ろうとしたわけですね。 まあ、でまずあの、慶光天皇架空説から入っていきますね。大、えー、の名やただしの称号をちつけて架空と決めつけ大人げなしやということなんですけど、これはあの石本翔さんの歴史と民族の発見。でこの人はあ神武天皇からですね、4世紀の,この英雄時代の、えー おーらしい子から、まあ、沖縄新しいに至るそういう英雄時代をですね取り上げて、うん、日本をまとめようとしたということで日本の独立を掲げてましたからね戦後 GHQ に占領されてまあそれを形式に独立を遂げてからも台米従属が続いていたんでえその独立う 運動ですねそれがありましてでその日本の国の統一やあその、えー、独立をですね、えー、重視したんでそれで4世紀の大君たちもですね一つの英雄その日本をまとめようと努力したということで、えー、英雄視されているわけなんですね。えー、そういういことで 桂香、えー、天皇大和武神宮皇后などが英雄主催とそういう石本翔さんの歴史と民族の発見というのがあったわけなんですけどまあ,あどうもその物語なんですよね。ですから殉職が多くてまあ信用できないというので、まあ、戦後歴史学の中でだんだん評判が <laughs> 悪くなって。 前後歴史学っていうのは科学主義的なところがありまして、えー、物語では歴史学ではないというふうなわけでうんえ実証性が、ね、乏しいというこれはあの岩井忠隈先生なんです私の恩師なんですけど、えー、近代史の専門の先生なんですけど 立命館大学日本史学専攻で、まあ、あ教わった先生なんです。この先生、あのお兄さんと一緒に特攻隊にあ志願してまして、えー、その沖縄にです、ね、派遣されたときに、えー、その船があ沈没させられた、まあ、おかげで。 なん、えー、とか九死に一生を得てですね、特攻攻撃に参加せずに済んだわけなんです。でも戦後その、やはり日本が軍国主義化したことに関してはですね、えー、これをどうしてそういうことになっちゃったのかという反省ですね、ありまして、やはりデカルト的な方法的会議の精神がなかった。 からまあ、上からこれを信じろと言われればそのまま信じてしまったということですね。えー、やはり疑っても疑っても疑いきれないものを根拠に歴史を再構築すべきであるデカルト的な方法的会議の精神が必要だと言われまして、まあ、私たちも えー、やはり戦後は科学的な歴史学でな,な,なければならないと思ってましたので、えー、そういうその方法的会議が、まあ、歴史学の方法論だと思っていたんですところがまあ私はあのだんだん年取ってきまして、えー、若いところは近代史中心にやってたんですけども、えー、あの私の専門はあの 歴史から哲学に移りましたけどあの、まあ、もちろん歴史もあのやってまして近代史中心だったんですけど晩年あの晩年晩年とも死んでることになるんですけど、えー、だんだんその古代史に興味を持ちましてそうすると古代史の場合、まあ、方法的会議というものに固執するとですね えー、ほとんど方法的会議に、えー、この台へ振るようなものはないということが分かりましてそれだともう日本古代史は残念せざるを得ないではないかと思いましておちょっと方法的会議はあ無理だなとじゃあどうするんだということでねまあ危機などに断続する伝承に、まあ、日本古代史を再構成する、うん、材料がまあ たくさんまあ,豊富にあるとということで、まあ、そこから信憑性のあるものを見つけ出して、えー、しかし信憑性あるい言うてもいろいろこう、えー、矛盾があるんですね。で,ですからそのどうしてこういう矛盾が起こったのかっていうことを整理していったらあー元の改ざんされる前のですね えー、歴史像が浮かんでくるんではないかということですね。それをだから一応信用一応信憑してそれで矛盾を整理してですねその矛盾のないように、えー、この歴史像を元に戻していっていくとその浮かび上がってくるというふうなことに気,気づきまして。 えー、方法的信憑ですね、方法的会議の逆,逆をいかなければいけないんじゃないかと。しかし、方法的会議にはそれは耐えられるものではないんで、科学的歴史学とは言えないじゃない。そうすると、何と言えばいいのかということでね、つまり歴史物語の枠内なんですよね、まだ。 だから物語はあその学問じゃないって言ったらもう学問じゃなくなっちゃう。でも一つの歴史を、えー、知る場合に、えー、一つの知である。もっともその中で、まあ、説得力のあるものを、えー、選んでいくということですね。矛盾点を整理して元の姿をあ導き出しているわけです。まあ、そういうので あの誰の議論が一番ですね、えー、説得力があるかということで、ねえー、議論するということがあ古代史の学問の内容ではないかということに、まあ、気付いたわけですね。その知の在り方はこの石塚正英さんが唱えておられる、まあ、歴史知というものの まあ、中に入るんではないかとな、ということでありまして、えー、科学的歴史学を乗り越え、報告士官のドグマも突き破って、歴史地としての日本古代史を方法的会議ならぬ、方法的信憑を方法論として再構築しているというわけなんですね。 それでまあ4世紀の歴史が非常に一つのモデルになるわけなんですね。その方法的信憑で歴史を考える場合に一番良いモデルである。例えば、大田らしい彦、大君、慶光天皇の尽くし遠征について、まあ、日本書紀には書いてあるけれども、古事記には書いていないということは、まあ、それで十分その、史実かどうか疑わしいと。 いいう,うに思いますよ、ね、だからああだからまあ科学的に考えるとですね、えー、絶,対絶対にあったとは言い切れないということにな,なりますよね。えー、しかし、えー、その古事記に書いてないその事情っていうのがあるんじゃないかということを考えますとですね あながちこの否定できないんじゃないか実在したことまではね、まあ、そういうことが分かりますね。であのどういう動機が「古事記」の場合あったのかということでただし中津彦大君これはあの中外天皇のことなんですけどその血統にまあ応答があ継承されているわけなんですね。でまあ現代まで続いてくる。 わけなんですけどそのええ政務天の若新彦しい子の応答ではなくて、えー、その老いであるつまり大和武の息子とされているその垂中津彦の応答が、えー、現代に続いていってるので大新しい飛行よりもですね えー、その大和ルをお主人公にしたいというところがあって大田らしい子がつぐしを遠征したことよりもですね熊楚、えー、の反乱を抑えたあことよりも大和ルが熊楚や恵美氏を平定した事件の方がですね、あのー、重要みたいにしてで大おらしい子の 支援制は、まあ、あもう伏せておこうと触れないでお,おいたんではないかということですね。えー、まあ危機の場合危機っていった場合「古事記」と「日本書記」両方ねでそういう場合はいわれひく大君神武天皇が同棲することによって大屋島が統合されたということになっています。 まあ実際はあそうじゃないんですよね。いわれ彦はの薩摩の、薩摩国からですね、えー、の一部の人が、一部というか、まあ、中核的な人たちがあ統制したんであって、筑紫全体ではないわけですね。ですから、筑紫倭国はそのまま続いていたわけで。 えー、統合されていなかったということなんですね。えー、それがあの本当なんだけども、えー、古事記や日本書紀」は言われ彦の時からもう統合されているというふうにあの考えているわけですね。そうしたらまあ桂天皇の筑紫し遠征というのはあ大和朝廷による初めての,その大谷島統合では ないということになりますよね。ま、それであの。あの、あまり目立たないようにしようというので、まあ、あ古事記はま隠しすぎたわけですね。全然触れてないで、日本書紀は一応触れているわけです。え、その意義を認めてね。あの、熊野の反乱を抑えたことは大きな意義があるという。本当は熊さは大和朝廷に反乱したわけじゃなくて。 くし倭国に反乱したわけなんですね。ですから、あのー、その辺のところがですね、えー、古事記日本書紀は、いわれ彦が大谷島を統合したという、そういうことにしてある。で、ごまかしが、まあ、あるということですね。でこれはあの直木幸次郎先生ですね。 で古事記や日本書義にはごまかしがたくさんあるので、えー、信用しちゃいけないと、まあ、そういうところからですね、えー、4世紀の記事も、まあ、怪しいのがたくさんあるということで、あのー、記事が怪しいだけじゃなくて登場人物も創作上の覚悟の人物ではないかというふうに言い出したわけなんですね。 で7世紀に、高知県様式が、まあ、7世紀末に作られるときに、まあ、創作された人物ではないかと。だから、モデルがですねあの、7世紀になっているというふうに考えるわけですね。で、7世紀から、まあ、あ構想された物語であると、えー、いうふうにあのそこ、そのことを実証。 しようとされるわけなんですよね。で、あの、まず、あ、この、たらしっていう、大ん。大田彦とか、若田良彦、えー、田良中津彦、えー、沖縄、田良姫という、田良氏が。あ、四世紀には入ってるんですけど、えー、それがあの、七世紀にも、あの、入ってるんですね。えー、除名店の。 は沖永たらし廣塚と言います。で、あの、攻撃店、皇、攻撃催命天皇は、あめう宝いかしひたらし姫と。<laughs> ちょっと読みにくいですけど、たらし姫と。ですから、ああこの七世紀にたらしいで、四世紀のたらしっていうのは、過去の人物。 ですから、このたらし、四世紀のたらし、大たらし彦、若たらし彦、えー、ここね、若たらし彦、行、うたらし中津彦っていうのは、ああ、この、七世紀のたらしを参考に、えー、過去の人物を作ったんではないか、ということを、まあ、沖縄たらしのそういうふうに言っているわけなんです。で、あの、 えー、でもあの普通考えますと、たらしっていうのが4世紀と7世紀にあった場合ですね、えー、7世紀の方がまあ4世紀にあったたらしをあの模倣して同じ称号をまあ、真似してつけるというもんですけど普通はそうですよね。だだからあた,だただし 7世紀は実在がまあ確実ですから、ね、それに対して4世紀は実在したかどうかわかんないと、まあまあ、疑ってかかってるわけですね。そうなるとその「ただし」いというのが7世紀にあるとですね7世紀の、えー、で過去の人物を4世紀の過去の人物を設定する時に7世紀の「ただしを」を当てはめたんじゃないかということに、えー いうわけなんですねしかしそれはその議論はちょっとおかしいのはあそれは4世紀のタラシが架空の人物だったとしたらまずその7世紀から取ったこともあり得るわけですねだから4世紀のたらし,しがつく名前の人物が架空であることをまず証明しないと。 その議論が正しいいかかかどうかは分からないんですねところがその証明にこの7世紀でも正しいがある4世紀でも正しいがあるだから7世紀の正しは実在の人物だから4世紀は実在か過去か分からないからただ4世紀は7世紀の正しをとったん違うかというわけですねまあそれは類推ということで証明にはならないことになりますよね。 それをなんかあの証明しているみたいに、本にあの展開しているものですから、これはちょっと学問ではないではないかというふうにまあ考えられるわけですね。だから、架空の証明にはなってないと。ね、ただ、事実を述べているだけだと。7世紀にも正しが、4世紀にも正しが。 しかし、四世紀は架空かもしれないから、架空だとしたら何世紀から取ったんちゃうかということですよね。まず架空の証明性と。それ、両方たらしがあるから、七世紀から取ったという、その証明の一つ筋はできないということであります。えー、で、その時にですね、やはり、あの、直木幸二郎先生ですけども、 うん、この、えー、たらす、たらすというのは、まあ、えー、徳をたらすというわけで支配するというね。彦はたっとい、えー、人ということで、たらしい子ってば、王君と同じような意味なんです。だから、個人名としては、王たらしい子の王だけが個人名。若たらしい子の若だけ。でえぇ、ー、たらし中津子の場合は中だけが あその個人名であるということですね。そうするとあまりにも単純な名前ではないかということに気がつきまして、えー、そういう単純な名前っていうのは、まあ、歴史を過去の人物を設定する時に大田らしい子はつくしをですね平定した、えー、偉大な天皇だだから王をつけようと、まあ、取ってつけたように、まあ、過去の人物に対して、まあ、つけたんちゃうか。 いうことなんですよね若たらしい子も若い時に大きめになったんで、で、若つけたんちゃうかと。ということですね。えー、なったという物語だからとですね、簡単、若つけようとなったんじゃないかと。これもあの推測なんですね。だから、単純な名前だから実在してないとは言えないんです。単純な名前の人はたくさんいるわけですね、実在してるわけ。だから 架空であることが証明されてから、あその、えり、ー、で単純やったと、まあ言うべきなんですよね。だから、いくも架空の証明にはなってないということである。えー、まあそういうことでね。まあ残念ながら、今、直木コジロ先生の話しますけど、102歳まで生きられたわけやけど、最近 9年たらなく,亡くなられました、ね、で岩井忠隈先生もあ101歳まで生きられたんですけど去年亡くなられました。で歴史学をやってる人はわりかし長生きがあの人もいますね。えー、ということでまあ感心しますけど。で2番「えー、大田ら彦大君のくし、えー、遠征の話」ですね。 えー、カンナスとお三種の神器差し出さり、えー、大和の宮を攻めし明かしかというわけでね、えー、これどういうことか慶光天皇のくし遠征はくしの熊祖による支配を覆し内乱を制定した意義は大きいわけなんですね、えー、それで、えー、それを結びは正しくないという評価で、まあ、日本書紀では載っているんだと。 であの、先ほども言いますけど熊楚は機、えー、内大和政権にあのむいたんではなくて筑紫の倭国にそい,い,いたんだと。で筑紫倭国っていうのはあその大和筑紫と庇護の間に大和っていう。 山門とか、大和っていうの、そこが中心だ,だから、筑紫大和国ですね。大和国なんですよね。やはりマトなんですけど、山門とか、て和ね。だから、マトにそびいたわけなんです。大和連合ね。えく筑紫の大和連合にそびいた。ということです。で、筑、え、紫、ー、国に対して戦争を それで、筑紫倭国がまあ滅ぼされてしまったわけです。で、平、え、行、ー、天皇は、あ、だから、あ、その、熊祖ですね、えー、できたら、まあ、あ、政党して、えー、と思ったんですけど、まあ、実際も、熊祖の支配が確立して、熊祖が団結してたら、それは、あの、 機内から、まあ、兵を率いていったとしてもですね、えー、勝てこないですよ、ね、地元だし、えー、ですからあの本当は和泉療養のつもりで行ったと思いますねであのサバというスーのサバというところであの、えー、胸がつきましてねほんならここにこのえー えとあこれはあの熊ソの勢力というのは、これ、あの熊、これ、熊側の熊ですね。で、蘇、蘇と熊で、熊蘇なんです。で、あのそのほかに、この肥前、えー、とか肥後にもですね反、反大和連合に加わっている人、えー、がい いてですね、でそれが結局勝敗を決めたようなもんですけれどもあなんせその反、うん、大和連合築地大和連合によって、えー、津久地大和国が滅ぼされたわけですね津久地大和連合が滅ぼされたはということなんですよ。 であの、ここ、薩摩国って書いてるのが、これが、あの、岸和人年では東馬国って書かれてるんだけど、本当は薩摩国ですね。で、ここから、あの、え一、ー、世紀の終わりに、えー、この、いわれ彦が、同棲した。で、大和を作ったわけですけどね。もうそういうことなんですよ。で、えー、熊国の軍勢が、 あ南下したの大和国の軍勢が通撃したわけですねと考えられるわけです。つまり、えー、この熊国はですね、筑紫大和を滅ぼそうと思ってたんですけども、えー、薩摩があのここにありますんで、えー、攻め後ろから攻められるおそれがあるわけですよね。ですから、先にこっちを滅ぼしておこう。 えー、熊国と昭和国の、まあ、で、両方で熊昭というんです、ね、えー、先に、で、一回、こう、南下したんですよね。だから。そしたら、筑紫山とは、まあ、熊昭をやってくるチャンスだと思って、追撃したわけ。そうしたら、筑紫山とががら空きになって、そこにですね、えー、肥前とか肥後からですね、えー、この、攻め込んで、えー、筑紫山とを、うん やっつけずっと挟めちにしたということなんですね。それで形成が決まったみたいなんです。で、これはあの武前とか文語とかありますね。えー、その辺にもやっぱりあの要するに半大和連合、つまりまあお広い意味での熊本がいたわけです。そのお武前や文語のその熊本、えー、ですね。半大和連合のがあ,あの。 スウォーの鯖にですね、えー、大田らしい子を出迎えるんですね出迎えるということであのえー、でこのでも、えー、お蛍光天皇いたかどうか怪しいという説の人たくさんいますからねからこの蛍光天皇が クマスを正党、えー、経路図というのがありますけどこれを見てですね古田武彦さんはあこれは経光点のという架空の人物のあれではなくてその、えー、1世紀の初め頃にですねあの二宮事とかそういう初期の、えー、この。 初期ののつくしし和国の大きみがあ正当した経路ではないなぜかというとここの、えー、北岸地帯ですね一番先進的な博多湾中心ですそれがあの経路に入ってないようになったらここから結局出発してこういうふうにそういうふうに言い張るわけですね。 その伝承が残ってて、えー、それも基づいて書かれてるんじゃないということですね。しかし、その伝承が残ってるっていうのはどうも納得できませんね。でなぜかというとあの、伝承がほとんど残ってないんですね。で、あの、つくし国はクマスにまあ滅ぼされた可能性が高いと我々が言う場合に、あの、景光天皇が つくしに入った時にですね、もうつくし和国の形跡がなくなってるんですね。だからつくしの和人勢力が現れてないわけです。でだからああそれからあのつくし和国の伝承はイワレヒコ一族の伝承しか残ってないんですね。危機に残ってるのはイワレヒコ一族の伝承なんです。それは機内にやってきて。 だから、機内でクッキープ残ったわけなんですよね。だからあだ、その、つくしの伝承は自体は全然残ってないということで、例えば、22の御事の次の大きみ、誰やったかとか、ねえー、その分からないし、それから、あの1世紀の、えー、中頃に、えー、和国王推晶のことが、あ 保管所、地理室とかに出てきますけれどもそういう伝承も残ってないしそれから邪馬台国女王卑弥呼の伝承も残っていないわけですねだからあ初期の大きキの伝承がか残っているはずがないなぜ伝承は残らないそれはやはり滅ぼされたからと考えると一番その納得できるとつまりほとんどその 子が死に絶えてしまうっているということですね。えー、だから残ってないんだ。でここにあのおおたらしい子おつまり蛍光天皇出迎えたのがあここに,のにおみなあり、えー、いわく漢那須姫とおその友柄糸沢なり大井という一国の海水なり。 えーまあ、狩猟とということですね要するに自然とか肥後のあ豊の国のですね、えー、この、えー、豊国の、まあ、海水みたいなもんでしょうね、えー、トップで住み美ことの死者あ至るを聞きてすなわち磯津山の榊を抜き、えー、ほつえに えー、八つの剣をかけ中連に、えー、八田の鏡をかけ、えー、静江に、えー、八坂にの勾玉をかけまた白旗を船のへさきに立てと書いてます。だからあ戦う気はないということですね。で一緒に協力しましょう。それであの三種の神器を私は持ってますから差し上げましょうという。 これはあの三種の神器っていうのがこれがまあ大きなあヒントになりますよね。だからあーなぜ三種の神器を手に入れたかっていうとやっぱり筑紫倭国の、えー、都ヤマトを占領したから攻め込んだからと考えられる。だから筑紫ヤマトがあその 熊国を追ってですね、南下している間に入り込んで、挟み撃ちということですね。をしたのが、このカン・ラ姫じゃないか。ところが、あー熊国も、相国もですね、えー、熊津勢力の資料としては認めないわけですね。それで孤立逆に孤立してしまったんで、で、えー、大和からやってくる お大田らしい子おと手を結んでですね。で、大和政権の前からあ中で地位を得て、それでつくしにを、まあ、実質的に支配しようというふうなのが菅夏姫の考え方で接近してきたわけなんですね。そうしたらまあ、蛍、えー、光天道にしたら渡りに船という感じです。えー そういうことで、胸でやってきたからね。で、えー、カン・ナッ姫はですね、えー、このあなたれ、耳垂、れ、あさ、土折、いおりの4人をですね、あのーえー、の族を打つように進言したということですね。で、あのー、じゃどうやって打つかということで。 であの彼らをですね、えー、プレゼントするから、まあ、招くわけですね。豪華な衣装や宝をあげるということで、えー、この招きまして、えー、サバにね、それであの招待して、ご馳走やったりして、ね、であの、誘いに乗ってこなかった人もあの、悟ってくれって言うんで、で、悟ったら、 来たわけです、ね、でもこその、えー、要するに敵があのくしを攻めにやってきたのにどうしてそこにのこのこ行くばっかりがいるかと思いますよね。ところがつあそ,うそうじゃないそうじゃないとおかしいですけどもうくしを全部その熊本勢力が一旦取ったんですね。だからあー大和にしたらですね えー、もうそれクマスが団結してたら行っても絶対無理ですよ、ね。その遠くから行くんだし、あの、ひっくり返すのは無理ということで、そうなったらもう外交交渉して、国交を自立してですね、えー、それで、あの、日本海の航路を守るとかね。 えー、そういうことが、まあ、必要になってくるわけです、えー。和泉療養できたと思うんです、ね。ですからあその、この熊祖の連中もですね、えーまあ、熊祖っていうのはさっきも言ったように熊族と相族、うん厳、厳密に言えばそうなんですけど、この連中は、この連中もですね、っていうのはさっきも言ったようにとの厳密に言えばそうなんですけど、この連中は、あ のの国の、ねえー、武前とかこの辺の連中ですからああの狭い身の熊奏じゃないんですけど、まあ、反筑紫和国勢力ということ、えー、です。結局、だから、あ 平和交渉と思って行ったわけですね。で、ご質をプレゼントしてもらって喜んでたら、あえー、慶光天皇はですね、神那総姫が味方についているからあーそ、ねえー、こいつらやっつけてもまだこう行けるということで、殺してしまったんですね。要するに、騙し討ちです。平和、あの仲良くしようと言うと言って、ン、はい。 殺してしまったということでね、えー。そういうことなんですだから、あこれでつくし北東部のクマを騙し打ちして片付けてしまったということなんですね。それでやっとつくしにこう入っていくわけです。だからまあ入る前にそんな気っつけたわけです。で、そのおあ。 それその次に大分の方に行くわけですね、えー。大分はもともとは大北って言ってたんですね。こ,この石辺にページいう。で、田んぼをね。大北の国ってに行って。で、そこで場女人が出てくる、尾びが出てきまして、それは早津姫というんですけど、えー、この人たちはこの農業をやってたみたいですね。で、あのー、 農耕中心で大,の大きい田んぼから来てますから。であの山林で狩猟採集が主産業の土蜘蛛というのがいましてでこの人たちに田畑を荒らされたり役奪されたりすることもあって対立があったのかもしれないですよね。でだからこのヤツ姫たちはですね、えー、このやっつけてもらおうと思って。 あの手を結んだ、大たらしい子にと手を結んだわけなんですね。それで山の石窟に住む青と白、それからねぎの,の高原に住む内猿、うん、八田あー、国丸の5人がいまして、この連中をですねやっつけようということになるんです。で、あのー、この。 慶向典の大垂しい子はですね、えーまああの、従えへんかったらやっつけるという方針なんですね。で、まあ、戦争になって、えー、もう形勢不利ってなったら、まあ、降伏したらあ許してくれるかっていうと、もうそれはダメだよと。今あの、戦が起こる前にですね、えー えー、このちゃんとですねあの服従する意思を示さないともう戦になってから後からあ「参りました、ね、従います家来にしてください」言うてもそれは無理やという方針なんですねだから三夜に逃げ隠れしたり、えー、陰で範囲を漏らしたりしていたらいずれ背くと見なして皆殺しにするというのが基本戦略であると。 ということで、だから、散々戦った上で、選曲降りて見て、降伏してきても、もう遅いよと、皆殺しだよって言ってるんです。怖いんですよ、この大荒れしい攻撃。で、でも、この山中に逃げてしまうとなかなかこのあ、追い詰めるのが難しいんですよね。 えこういう木地を作りましてそれで山野、えー、をですね切り開いて、えー、土雲の逃げ込んでいるあの住んでいるですね洞窟なんかをに入っていったわけですねすなわち軍神と剥がれたマーク今沢に、えー、戦あたちを 動かし、持ち手土雲を打たんと。もしそれ、我が戦の勢いを恐り、三夜に隠れんとし、必ず後の憂いとなさんとのたまう。えー、すなわち、えー、椿の木を取りて、えー、土を作り、えー、つばものとすると。まあ、えー、兵隊とするということですね。 えー、土が兵隊やっていう。土って、あの、あれ土っていうのありましたね。今。これが土。これは、あの、なんか、あの、叩く、えー、叩く、叩いてトントンの会議なんかの土ですけど、もっと大きくて、大きいやつですよね。要するハンマーですよね。ハンマー。ハンマーで、えー、粒のハンマーは、ものすごく硬いです。それで、 えー、それを平気にしてですね叱、えー、るがゆえにたたたたけき、えー、これもつわものと書いてるを選び、えーえー、戦人に、えー、土を授け餅で山をうがち草をお開かしめ 石室の土雲を襲いて、稲葉の川上に破り、ことごとくその友柄を殺し、血流れ、えー、これあの、くるぶしなんですね。くるぶしだけど、読みがですね、あれ、読みが、くるぶしの読みね、えっ、ー、と、あつぶなき。 つぶなきと昔は呼んだらつぶなきにいたら、つまりくるぶしのところまで、あの田んぼの、ね、くるぶしのところまで、えー、血がですね、えー、溜まっていたということですね。山の上で切った、あのー、切り殺しているわけよ。血があの川で流れてきて、下の田んぼに溜まったということ。ででで、くるぶしのところまで血で ものすごい大虐殺をやったわけですね。えー、彼、時の人、そのお椿をお土に作りしところを椿,し、えー、椿市というね。えー、えー、椿あれこの読みね。 あこれつば椿ち,ちっていうね、椿地っていう、えー。という、これは椿ちっていうのは、あのー、山とにもありますけどね、で、こっちの方が古いのかも分ます。また、地の流れたるところを、地たというですね。 で今は、あの、こういう風景になっているすこれが、もう、地下と。いやねまあ、そういうふうな大虐殺を行ったわけなんですね。えー、まあ、そういうことです、ね。これは、あの、生身の、えー、土も兵士だという、土,土で、この土を作り、兵とするというね。土も兵士だという。 生身の兵士では山をうち、草を払うことができないので、えー、椿つばで作った土が山を拝つということになるわけですね。えー、そうすると生身の兵士は、その土の一部だということになりますから、まあ、運転手が、まあ、車の一部みたいな感じですよね。それで、土雲と、 な、などをですね、まあ皆殺しにしたということなんです。まあそういうふうに非常にこの激しかったということですね。で、絶対こう,もう許さないということですねで。本当なら、あの、そんな勇敢に戦った敵やったら、降参してきたら、ああ、その、名称を得ることになりまして、 えー、軍隊に編入すればですねより、えー、大和の機内大和の兵隊が、まあ、強くなるはずなんですねそういう戦法を使ったのが大国主の御事であったわけなんですけどあの敵をやっつけたらですね、えー、そこのキだとかあ姫と結婚してそこのお相手のお軍隊 大国主はですね出雲帝国軍に編入したわけですねでどんどん強くなっていったんですそれをやらないんですねそれをやらないでなぜや,や,やれたかっていうとあその大国主はやはりあの和人相手が和人だったら まあ、あ国が違うかってもですね、えーあの、家来にできると思ったんでしょうね。それに対して、あのこの激、えー、行殿の大寺氏はですね、やはり相手は熊祖であるということで、まあ、非常に反和人意識が強いから、あーだからあの、信用したらですね、 寝、えー、首をかかれるんちゃうかというふうに思ったみたいですね。えー、降参しても自分に組み込んだらいつ何時背かれるかもしれないと思ったかもしれないということなんですね。だからあ自分自身が相手を騙し打ちしてきてますからね、えー。相手を信用してですね、降参してきたり。味方にして えー、家来にして兵隊にしたりしたら寝首をかかれるんじゃないかというふうにつまり自分自身がそういう騙しているわけだから騙されるんじゃないかこういう心理学でいう投射というですね自分自身の悪い性格をですね相手にの性格だと思い込んで相手に投射するんですねそういうのがあの見られますね でも実際は、つくしはほとんど、まあ、熊楚ばっかりなんですからあ、そう戦ってばかりしたら、まあ、相手の方がはるかに、まあ、量的にも多いわけですよね。ですから、あやはりこの戦わずに勝つ方法を考えなければいけない。ということで、熊楚武の娘を籠絡すると。 いうことですね一床、えー、や情けかけられ、えー、父や,やめ、不幸の罪で忠誠られたりということでね。で、あの、日向といえば宮崎県で、そこの日向高屋の宮というのを、た垂志彦は作りましたね。これは日向はもう、薩摩国やったわけですもんね。えー で、あの、だから、あそ先祖の国に、まあ、戻ったわけなんです。そのことは,は書いてませんけどね。で、えー、薩摩国は、あの、薩摩半島がもともとの高地だったけども、えー、いわれ彦の時は、姫華にも中心を移していたわけですよね。で、大田らしい子は、まあ、姫華にまたあ、宮を建ててですね。 であの、その国とですね、えー、交渉して、えー、なんとかこの併合しようということですね。で、どうやれば戦したら相手がまあ、量的にも圧倒的に多いんで、えー、勝てないと、戦せずに勝つ方法を考えようということなんですね。それであのー 作戦会議をしたところですね、えー、その相手の首長はなかなか頑固者やから、相手の、ね、熊瀬の、えー、熊園武首長はですね、なかなか頑固者やけど、その2人の娘がいると、この2人の娘を老楽することによってですね、えー、なんとかなるのではないかという。 意見が出ましてあ、それはいいなというので栄光天皇はあそ,のその意見を採用しまして、えー、ね。だから土鴨に対しては逆らえば皆殺しというおわもて作戦、うん、だったわけですけども、えー、熊曽武には戦わずにして勝つ。 作戦が必要だということで贈り物と長愛による狼落をしたわけであります、えー。土雲に対するホロコーストでは背筋を寒くしておいて今度は一点公職作戦という展開は物語のパターンですよね。だからこれは作る話じゃないかなと思う人も多いわけですね。しかしか、まあ、これは、あのー えー、くし遠征があったとすればですね、これは事実は小説よりもきだいといいますし、実際にこの太田らしい子がつくし遠征があったとしたら、それは、まあ、波乱万丈です。で機内からまあ出かけていって、全体がもう熊を取っているところで相手をやっつけてしまうわけなんですから、これはなかなかね、あの 物語の方と一致しても、だから書くとは決めつけられるんじゃないで、大垂らしい大きめは賄賂と色仕掛けで熊楚武の娘を籠絡するといろいろプレゼントを構成して、そして、えー、長愛するということですね。えー、それで夢中になった一深谷は、大屋島統合の大いなる夢に共感して、 かたくなに基準を拒む父を殺したということですね。だからあの酒を飲ましてですね。で、そのえー、景天皇の兵隊を連れて行って、えー、殺させたわけなんですね。で、それをまあ知りまして。えー、慶景天皇はもともとその。 クマスを分裂させてやっつけるために市深谷を籠絡してたわけなんですがそれが狙いやったのあまりにもどんぴしゃ当たりすぎてびっくりしたわけですねでまさか親をねあの殺してしまうというふうなこれはめちゃくちゃやなということでこんな親不孝なよ怖いから殺そうというのでば。 死刑にしてしてまったんですね、えー、父と娘を離患して熊スを潰すための偽りの寵愛だったのですから大君が娘に父を殺させたことになるわけですね。しかし自分の罪はま棚にあげて娘の不幸を罰するという <laughs> そういう親不幸者といを、ねえー、罰してしまう。でその代わりあの妹がいた,いいたんでこの妹をですねあの えー、クマスの王にしてですね、えー、クマ国の,、まああえー、あの神にしたわけですね。それであの、えー、支配をですね、あのクマソをやっつけたと、平定したということですね。だから、あクマソを滅ぼしてしまうわけにはいかない、もう圧倒的に多いわけです。 だからなんとかこの従わせて貢ぎを出させるという体制を作るですね。そういうことであ、えー、ったわけなんですね。ただここであの書いてる内容でちょっと不十分というところがあるわけですね。えー、それはそのお大田らしいこう が要するに、えー、和人も熊祖、うん、も恵みしもないと一つの国に作ってですね、えー、みんなが共に栄えるようにしたいんだと、まあ、理想を語ってそれでその理想に共鳴してそれを拒むお父さんをあー犠牲にしたのかということですよね。そうじゃなくてただ 大きみの長愛を縁がために父を犠牲にしたのか。そこですよね。そこが、まあ、書かれてないわけじゃん。だから、ああ、その、蝶、うん、愛を縁がために、まあ、要するに、えー、財と色仕掛けでですね、えー、あの、籠絡して、 親を殺させたっても非常にこの手段を選ばない非常な蛍光天皇の性格が浮き彫りになってしまっているわけですね。だからどうせ物語に書くんだったらですね、えー、この慶光天皇がそのどうして親しまを統合するのか、その理想を語ってですね、えー、それに共鳴して言うんだったら ま,あまだ物語としての完成度があるんですがあまりにも露骨にやってますよね手段を選ばないで色仕掛けでやったと賄賂と色仕掛けでやったというふうな結果になってますねで妹が結局火、えー、の国の宮津子になったと火の国っていうのはあの熊本のことを火の国っていいますよね でクヌ国、つまり熊国、うん、が熊祖の本拠であったと。で、熊祖と、この南の方には曽和族がいたわけですけどね。曽和族の方の南の方に平行天皇が行ったときには中心が移ってたんです。だから、また元のところに戻した、日の国に戻したんじゃないか。 クでえー、13年夏5月ことごとくうその国をやわ傾け、えー、やはするというんですねあの平定することで、えー、しかるが家に持ちて高屋の宮にいましてすでに、えー、だから 高屋の宮にいたということは、もともとの、あの薩摩国の、姫華の国ですけどあの、宮崎県やけど、もともとそこにあの、薩摩国の中心を移してたんですよね。だからその、そこに高屋の宮にいたわけなんですね。で、ここですでに6年になり、その国の、うん、その国によき人ありというので、 えー、三明姫というんですけどそれを妃にして腕豊国の分けの巫女が生まれましてこの人に姫佳、まあの国の宮津子にして、えー、継承させるということですねそれであの、うん、やったということででまあまだ聖光 <laughs> 天皇の話はまだそれから あるんですけどちょっと、えー、もうその、神宮皇后の話に移っていきますね。まあ、そういうことで、大、あ、屋、のー、島の統合がですね、えー、特に、まあ、あ機内からですね、機内大和からずっとこの西の方の統合はまあできたわけですね。それで、あとまだ、えみしなんかの動きもあるので、 で山田武がいろいろ活躍してで熊楚もたびその、うん、離反するんで,で山田武がつくしに行ったりええー、蔵に蔵っていうか東北に行ったりしてまあ東本正装平定してたわけですね。 それで、あの、神宮皇后天使と飛ぶんですけど、えー、疑えば白紙に戻る上皇なら物語として一旦信憑ということなんで,すで、あのー、神宮皇后も結局、核の人物じゃないかという意見があ強いですね。で、それはなぜ拓だと言われるかというと、 7世紀、8世紀、中継ぎの女帝があ次々出てきます。推古天皇は、お前どの婿への中継ぎのつもりだったわけですね。で、皇玉天皇は、中野公へ,への中継ぎのつもりだ。持統はあ、孫のカルの巫女の成人を待っていた。と。それから、あの、元明。 現象はとの見越えまあ中継ぎっていうのは78世紀のことである。だから中華天皇の死後法人天皇までの中継ぎで神宮皇后の活躍を物語として、えー、作ったんじゃないかと。つまり7世紀8世紀に中継ぎがあったからで物語、4世紀の物語を作るきに、えー、7世紀8世紀の中継ぎの 女帝というもののイメージを4世紀にもできたんじゃないかというふうにこういうわけですね。でその中継ぎという中継ぎの女帝というその考え方が4世紀までにはなかったはずやということですね。まああの邪馬台国の卑弥呼が実在したとしてもですねあれは中継ぎではないですけどね。 だから中継ぎの女帝という考え方にで、神宮皇后像が作られているので、だから7世紀のうんにその創作した人物であるというふうに言うんですけど、それは孤独っていうか、そのつまり神宮皇后は中継ぎじゃないんですよね。中継ぎじゃないんで、むしろですね、 中和天皇が亡くなったんで、中和天皇の子供がいるわけですね。あの、神宮皇后の子供じゃない。大中姫の子供。で、そっちに、あの、後継ぎ取られちゃうとですね、自分の権力がなくなるんで、それでは困るだから、自分が子供を産んで、 えー、その子に後を継がせるという名目で自分権力を維持しようとしたわけですね。だから権力を中継ぎとして、えー、次に渡すために、あのリング皇后があやったわけではなくて、逆なんです、自分の権力を維持するために子供を産んだわけです。 えー、だからあー、中継ぎの考え方で書かれていないということです。で、えー、だから、子供を作る場合でも、まだ妊娠してるかどうか、あの中華邸の子供を妊娠してるかどうかわからないので、えー、誰の子供もがいいから、まず妊娠して、えー、そのあらの子を中華邸の子供だということにして、えー、で権力を維持しようということですね。 で住吉大社神代期にこの世につまりうんちゅうわいてんのがなくなったようにですね、えー、この世に、えー、住めらみことたちまち、えー、病を起こりてもって観察りましぬ住吉大神、えー、権現次第神宮皇后ここに、えー、皇后大,大神との 住吉明神のことですね。姫事ありと、俗に夫婦の姫事を通わすというと、時に皇后天下のお神の教えに従わずして早く関察にまししことを、つまりこれは帝がはね、えーはカ、あの住吉明神の言うことを聞かなかったために死んでしまったことを 傷んでいるということ、悲しんでいるということですね。それはあの住吉大社し人代記に書いてあるんです。で、それを読んだんでしょうけど、宇佐八八万宇佐宮あ宇佐宮五宅千秋というのがあって、宇佐八幡の文章ですね。えー、八幡は住吉を父とし家臣を 母とする、かしいっていうのはかしいの宮にいた皇后ですね。だから神宮皇后で。住吉王っていうのは住吉明神。えー、だから八万っていうのは誰かというと、王神天皇のこと。だから王神天皇は住吉明神と神宮皇后の間にできた子供だって書いてある。だから、あの、要するに、えー、中和天皇亡くなったから、 自分の子供に後を継がせなければいけない。で、えー、中華天皇子供を妊娠している自信がないわけだから、あ住吉明神とあ間具合をしてですね、子供を作ろうということですね。それで、それはあくまでもあの中華天皇の子供だっていうことにして、後を継がせようということです。<laughs> で住吉縁起によると、大田新名はあ白木征伐の時、四天王寺。 山に登って祈願したと大須榊の枝につけて高く降り、えー、朝廷のお神たち後楽は真意を施し敵、えー、国を降伏せしめたまえというとそのように住吉大明神が形を表し夫婦となった第三の王子のお 八幡がはらまれれて後に生まれた今の宇佐宮であるというふうにね、えー、言ってるわけです。これが大神天皇が生まれたという。えー、そういうしかしこれはあの遺伝の紹介ということで宇佐八幡のこの五卓千秋はもちろんその中和天皇の子供だっていう説も載せてるわけですね。その後にこの遺伝として えそうじゃなくて実はこうやったというふうな話もあるという遺伝を載せているわけだ。でもなぜ遺伝を載せるのかと。そういう遺伝載せたら、ああ、う八幡はアマテラスの着流ではなくなる王神というのはね、住吉明神王人の決闘になってしまうやないかと。それでは、あの、けん引付けが不利になるんじゃないかと。 そういう見方もできますけども逆にそうであったとしたら王神朝から血統がその途切れていて今までのアマテラスの血統はあ途切れていてそこから住吉の血統になったという話ですよね。で本当はアマテラスの血統ではなかったというのが僕の立場ですけど月読みの血統やったということなんですけどまあそれはあのもうみんなあの 忘れてますからね。えー、だからあの天照、えー、の血統をやったんけども、えー、この住吉の血統になってしまったということになっちゃう。そうしたらあその新王朝の開所としてそこから新しい王朝になったことになるので八幡、えー、神の権威が王人 天皇から新しい王朝が始まったということです。権威を上げることになるかもしれないということです。で、実際、その奈良時代でも、えー、天皇の祖先はですね、あのー、王神天皇までしか遡れないんじゃないかという見方があったみたいで、天照大神の伊勢神宮に伺いを立てないで、わざわざ宇佐八幡に伺いを立てているということが、 あります道教に好意を授けてもいいかどうかとか大仏殿の混流でもアマテラスの応援ではなくて宇佐八幡が飲み越しが奈良までやってきてですね応援したということがありますねだからあ祖先神は実質王神天皇までしか遡られないと朝廷でも受け止められていた可能性があるということがありますね 斎明天皇は百済が新羅に滅ぼされたので新羅を懲罰しようと新羅信仰を準備するわけなんですね。それで、えー、津久市の朝倉の宮,を朝倉の宮、ねえー、に移ったんですけどその時に親睦、えー、を切ってですね宮を建てたためにそのたたりで崩御しされたということになっているんです。えー それで、白木信仰の、まあ、白木に行こうということですよね。えー、その洗礼を作るために、神宮皇后の話を作ったのではないかというのが直木先生の解釈なんです。うん、こ,れこれも、まあ、憶測ですよね。だから、あー中央天皇が神のたたりで死んだというのもですね、 西明天皇が神のた,たりで死んだということにヒントを得てですね、作ったみたいに言っているけれども、中愛天皇は、ああ、白木に攻めろという住吉明神の、えー、命令というか、あ勧めをですね、知り解けたために、えー たた,たたって、えー、死んだことになっているわけですね。ところが、西明天皇は白木に侵攻しようとしたわけです。それでも、あの、その宮を建てるときに親睦を使ったんで、ということで、全然違うんですよね。で、あの、西明天皇は、ところが、あこの、<laughs> それに白木侵攻に行けなかった話、 いけなかったんですよ、天皇いけなかった話にヒントを得てですね、えー、白木信仰に成功した話を作ったというのを、そういうふうなことを言われてもですね、ちょっと首をかしげてしまいますよね。だからむしろ4世紀からの伝承があって、白木に信仰が成功したという伝承があったんで、 えー、私も新羅に攻め込んでですね、手柄を立てたい。最明天皇は68歳であるにもかかわらず行こうとされたんですよね。だから、それは本当の話なんです。最明天皇がいて、新羅に行こうとしたことですね。だから、そういうのはなぜ行こうとしたのかと考えると、あやはりその神宮皇后が、 成功したっていうことが伝承としてあったから68歳の女性であるにもかかわらず行こうとしたんじゃないかと、まあ、それ憧れていたんでしょうね。それは考えられるけど、そ逆は考えられないということですよ、ね。明天皇モデルに神宮皇后の白木遠征を成功した話を封鎖することはできないわけですね。 だから、それはあんまり説得力ないということです。まあ結局、冷めてるの方が白木に行こうとしたのはなんかそういう、えー、人工皇后伝承があったからだということだったらまあみんな納得できる。ということはやっぱりその伝承が伝わってるということはあやはりそう,そういうことがあって。 たかもしれない、そういう物語が信憑性があるということですね。だから科学的な信憑性というか、科学的に絶対的ではないですけど、うん、やはり、えー、そういう除血がいたんじゃないかと思わされるわけですよね。まあ、そういうことで、あのーまあ、一応その我々が歴史を古代史考える場合、もうその、 絶対確実な資料というのはてい残ってないわけです、えー、その伝承からですね、矛盾点を洗,い洗ってですね、んであの、矛盾のない形に整理していったら、どういう話が浮かび上がるかというふうに考えますとですね、やはり神宮皇后が実在したと考えた方がですね、えー、分かりやすいんではないかということですね。 でまあ、イエス・キリストが実在したというのもですね、えー、キリスト教徒が書いたバイブル以外の、まあ、資料はないわけなんです。まあ、絶対確実ではない。でも、その嘘では書けないことが書いてあるわけですね、いろいろ。だから、死んでもよみがえたというのは、それは信用できないとしても。 あのえー、実在したらしいことは信憑できるということですね。だからそういうと同じなんだということですね。えー、それで、えー、どうして信憑できるかっていうことですけどね、えー、この住吉明神の教えに中和天皇が従わなかったために神の怒りに触れて死んでしまったことになるというのは古事記に。 ここにその神大いに怒りて魔法則およそそこにおよそここ天の下は今しの知らすべき国にあらず今しは人道に向かえ人道っていうのはもう決まった道つまり人間まあいずれは死ぬわけですもう決まってるもんあんたはもう用がないからあのら、えー 知らすべき、支配すべき国はもうないんだから、あんたには用がないんだよ決まっている道、つまり死ぬ道に行けと、死んでしまえという,う、ね。そんなことを言ってるわけですで。こういうようなことをですね、7世紀の末に、こういう話を、まあ、フィクションで作れるかということですね。これは無理なんです。なぜかというと、7世紀の終わりはあー、帝というか天皇はですね、 えー、アマテラスについて、まあ、偉いわけで、他の神々よりうんと上なんです。ですから、あ神々が、帝に対して、えー、天皇に対してですね、そういうふうな、あ上から目線でですね、死んでまえとかは言えないわけです。絶対にそういうふうな物語は作れない、7世紀、そういに。えー、ということです。だから、あー その4世紀ではですね逆にあの住吉明神というのはあ茅が、まあ、高間藩で、えー、和人の和人の諸国和人が作っている、うん、諸国のをまとめてですね、えー、水運で 水運というのは、海原が担当してたわけですけど、海原の水運というのは、海原というのは対馬駅中心にしたあその海軍の国ですね。で、それがあの、えー、和人通商権を水運で結んでいた。で、高間ヶ原、たかその時は高海原と言ってたんですね。高海原の意向を大谷島の各和国に伝える立場やから。 その茅は宗主国やった和,和国和人連合すねですからあ住吉明神の方があ和人諸国の王よりも、えー、上から目線上格上であるということですねで特に白城信仰などは高馬馬原の不珍がかかっていたので参戦を拒否することはとんでもないことやからまあ 怒り怒ったわけですね、まあ、そういうことでだから4世紀からの伝承やったらまあそういう話を伝わってたらああ考えられるんですけど7世紀の末にそれはちょっとそういう話を考えるとですね、えー、天皇をバカにしたような話をするなということになる見下せるなんですよね作るなってありますよね。だからそれは作れる とということで,すで6年、倭国東西分裂仮説、これは、まあ、僕が考えすぎたあ仮説なんですけど、まああ、ウェブなんか見てもらっても、倭、えー、国,国東西分裂って見たら、僕の,あの出てきますから。でも、他の人はまだ <laughs> 捉えてないですから、ひろえー、他の人までひら広がるとこまで行ってないですよね。 えー、父の死後34年で生まれたる矛盾正せば分裂見えたりいうで,でこれはあのなぜ気が付いたかというとえ山本武つまり大槌の美子のえ美、ー、子が亡くなってからですねええー、そのええー 大スの美子というのは慶光天皇のお父さんですね。えー、亡,く亡くなった時に慶光天皇の戦争43年やったんです。で慶光天皇は戦争60年の時に亡くなってるんですね。でその,その時に聖武天皇若新しい子があ即位するんですけど聖武天皇即位48年の時に大スの美子の子供である たし中津彦は31歳であったと。で、皇太子になってるんですね。で、聖武天皇は、そのケースでいくと、聖武天皇17年に誕生したことなんです。で、あの、大須妙子は、あの、平行天皇あ43年に、ね、亡くなってるわけだから、34年、亡くなってから34年たてから、 あ生まれたということになっているんですね。だからこれかあもうかまあ絶対矛盾です、ね。だからお父さんの死後三十四年経ってから生まれるってことはありえないから、三十四年前に戻し生まれた時きをね、お父さんがあ死んでから一年以内に生まれてるはずですから、そこまで戻しますとどうなるかということですね。そうしたらあのオスの子と。 えーあのー、大楠都の,の子で子供である唐品勝衣子とそれからあ政務というのは若新しい子年齢差があまりないということになりますね。であのー、軍心にのりして誘惑陳いまだ若干二十歳にして二十歳に及ばずして、えー、父が考えがったというわけで。 まだつまりこれは仲たらしい子はお父さんとの年齢差は二十もないということですね。で死んで白鳥となりてなかったこれは山田武のことです。そういうことなんです。だからあそれであの大須の並子と中外天皇の年齢差は だから十いくつしかないと。で、他方大須の御子と聖武天皇の年齢差は9歳ということも分かってるわけですね。そうすると、お聖武天皇と中和天皇はほとんど同世代と言えると。それが、その、志賀高花尾にその聖武天皇の宮があり、美しい貸井の宮に、えー、この、えー たの宮があっとということで、東西に並列していた可能性が多いんじゃないかとこう考えられる東西分裂していたということでじゃあその東西分裂していたことをですねうかがわせるうん根拠になるようなまあ事情があるやろうか。 いうことですね。えー、先ほども言いましたように、その、えー、統合したけれども、なかなか国がまとまらない。そのためには、秩序をちゃんと打ち立てるためには、豪族をですね、盾に序列化しようという大改革を試みるわけですね。で、あのー、それは結局、どうやったら、あのー、えー、 ね、どうやればみんな言うこと聞いてくれるかとねえー、騒ぎを起こさないで済むかというのであの考えてほんならやっぱり秩序がないからあかんというわけでね、えー、野心を改めない国理に人の人語の神なければなりつまり長がちゃんと制度としてないで今より以後 国氷に長を立て、えー、上がった村に神を置、ねえー、くと、国の長々しきものを取りて、えー、その国氷の人の、人後ごの神に、えー、負けようと言ってるわけですね。えー、そうやってこの 作ったということですね。<laughs> あのしようとしたわけ。ですところがあのかえって混乱をして、あのうまくいかなかったみたいですね。で、えー、それで大きみが竹之内宿根、ねえー、がこの案を考えたんでですね。えー、竹内宿根にこの責任を押し付けようとしてで、竹内宿根がですね。 直彦を擁立して、門を起こそうとしているというふうな嫌疑をかけて、捕まえて殺そうとしたんじゃないかということですね。でつ,ついでに、竹之内すくだけじゃなく、直彦も葬ろうとした、まあ、そこで、えーまあ、あー危ないというので、まあ、逃げてですね、それで東西分裂したんじゃないかということですね。 これはまあ、憶測、私の憶測じゃないかとまあ言われるんですけれども、しかし、その逃げ回ってるような形跡があるんですね。で、寺科勝彦が一応即位したあ翌年ということになってますけれども、えー、鶴に行ってるんですね。えー、鶴というのは、あの、鶴がことですね。えー アングを起こしてここにいますとこれ、慶比宮と言と、たわけです。即位2年の時に言ってる。で、沖縄新しい名と結婚してね、沖縄新しい名の、えー、母方の,の祖先があいたところの鶴岡と。沖縄新しい名が結局、この、えー、みたらしなかつ勝彦をです、ね、逃がしたん違うか。 経費にね。そういうことを考えるわけですね。それで、あの、ただし中津彦子は、経費からまたですね、えー、この、竹内の宿根の本拠が、あの、紀伊の国にあった。そこに、こう、山沿いにこう行きまして、狩りっていう名もで。って。で、和歌山からですね、あの、うん、和歌山で、所津の宮っていうところにあって、そ、 そこで熊祖が背いたということを聞いたということにして、えー、そこから都に戻らないで、えー、アナトの豊というところに直行するわけですね。この帝だったら当然都に戻って軍勢を整えて、えー、熊祖と対抗しようとするはずですけど、えー、全然その都に整えて。 えー、都に戻って兵を整えてということをしないでそのままあ行ってるわけですね。えー、それもおかしく中逃げ回ってるような感じがするわけですね。えー、それで沖縄正しい名は扉に着いたその正中津港から呼ばれてえ気、ー、からですね船に乗ってやっぱり行ってるんですね。まあ、そういういわけで実はまだ あ即位しておらず、えー、若たらしい子オウキに追われていたと考えるのが、まあ、納得がいくんじゃないかという鶴がからとかあ所塚から船便が出運んでくれて豊レの宮を立ち上げたのが中和2年となっているということですよね。えー、それで中,愛2年,中愛8年に つくしの和人勢力に擁立されてカシーの宮に入ってるんです。でもうこうの時に、まあ、正式に和国成長というのができたんじゃないかなとこう考えられる。でまあ、そういうふうに津鶴からとこれが沖縄正しみでこっち側はただし中津が行ってるわけですね言われてるので えー、トヨラの宮のところで、この、この両方ともですね、えー、合流してですね、おかしいね、って、うん、これ、ちょっと間違ってますね。うん、こっちに合流して、で、6年ぐらいここで、こう、あの、つくしの、まあ、つくしの和人たちが自分たちを、 まあ結局受け入れてくれれるのを待ってたわけです、はい、受け入れてきてくれるのになって家臣宮を建てて倭、えー、国政長がですね正式に発足したんじゃないかということでそれまでは倭国政長ここに豊浦にあったわけですねでもまだつ、えー、そのつくしにはまあそれに同調しない人たちも和人の中にいたんじゃないかなと思われますけど まあ6年間でまあ皆の支持を得ていったということですよねでこれはやっぱりそれまとめ役みたいなただ人間回張ってる人ではまとめ役できませんからそれがあ関与があったんじゃないかそれは誰かというとやはり和人の通商権の水運を仕切っていた壱岐対馬を中心とする海原和国が画策していたからですね。 まあ、逃げるときの水運でも、海原和国の水運がみんなこの仕切ってるわけですね。だから紀州からも行けるしね。これ、まあ、所つっていうのも間違ってもこっちですけどね。これだったら何万やん。ね。これはえ間違ってます、ね。えーそううあのー、そういうことであの、そういうことでえー。 だから、海原倭国が実は画策、ね、したんじゃ、何を画策したかというと、その要するに、うーん序列を作るために国内が見られたわけですね。だって、上の位に行こうと思ったら、まあ、周囲より、周囲の豪族より自分の方が強いということを見せないから、すぐ喧嘩か打ってあの、周囲をやっつけて、 自分の勢力圏を広げようとし,しますそれでどうしても騒ぎが大きくなっちゃうですね。それであのその話を聞いて、えー、その海原和国の住吉明神聞いていた住吉明神たちがあこれはあその、えー、竹之内宿根がですね クーデターを、うん、起こすために、そういう、うん、序列案を考えて、えー、混乱を起こしてるんやと。で、その、たらし中津彦、大、え、渕、ー、の巫女のね、えー、息子のシナカツ津彦を擁立しようとしてるんやということを言ったわけなんですよね。でそれ聞いて、頭にきて、えー、捕まえて殺そうとたら、 ただし中津恵子とか竹のうちに、いや、あのもう、大君は君たちを捕まえて殺そうとしてるよと今のうちに言いなさいと。船の分はちゃんと用意してあげるからっていうことで、えヨ豊浦に連れてきてですね。で、和国成長を作ろうと。やっぱりその和国成長を作るにも、住吉明神がま,あ、まとめ役になって、えー、頑張ったんじゃないかなと、お考えられるわけですね。 そういう、いどうしてじゃあ東大分裂をその画策するのかと言いますと、これはあのー、要するにマナって書いてますけど、えーあのー、茅なんですよね、えー、茅に結局高海原があったあつまり海原の向こうという 高原で、えー、それで、えー、これがまあ仕切ってたわけですね。それで、あのー、この統一和国ができちゃうとですね、あのー、ここは結局大陸の,その統一和国の出先機関になってしまう。あるいは海原行きつつしまう。 単なるその統一和国の水温係になるし。つまり今までこっちが前たらどっちか行ったらまとめて支配してた逆転しちゃうということに気づきまして、で大国主が出雲帝国を作って、まあ、和国を統合した、統合しようとした時も反対して結局潰してしまう。それと同じなんです。だから、 あただ景光天皇がつくし遠征成功して一応倭国統合したわけですけどまだのその時はそれに反対するよりも熊荘をやっつけてくれたんで助かってたわけですね。それで景光天皇の時代はまだまだその熊荘とか恵美子が言うこと聞かなかったんで。 えー、まとめることの方が重要だったわけですね。それがあ今度は、まあ、政務帝の時代にですね、えー、序列をしっかりして実料実力じゃないけどもうそういうまあシステムとして国家統合をですね進めていかれて強国になった場合に困るということで、ね、分裂をしたんではないかなと。 いうことが考えられるわけですね。だから、水明氏名人が和国の東大分裂の獲得した張本人であったということですね。えー、そういうことで、あのー、えー、和人通商権の、えー、上下関係が、これはあのー、 魏志、えー、和人伝なんか見ててもですね、あの,ーえー、カヤのことをですね、えー、クや韓国と言ってましたね、クヤ韓国と言って。で、あのー、なんか和人の国だけれども、えー、別にその和人連合を統合支配しているというような感じは。 全然書い,てな書いてなかったわけですけれども、それはあの中国の場合はですねあの、ちゃんと作法体制を作って、えー、国と国との上下関係をはっきりさせてたわけです。この和人の場合はどうかというと、あのこの宗教的なです、ね、権威というもの神話を共有することによって、 持ってたわけけですけども、えー、明確にこのしてたわけではないんですよね。それで、あのーあここ、ここですね。作風体制ではなく神話の共有を介した上下関係でしかなかった。だから命令に従わないと人道に向かえとか言って、自殺的な脅しをかける。けれども、法的拘束力はなかったわけですね。だから 江戸の人から見たらよく理解できなかったということでありますえー、それであのー、この東大に別れたんで別れたって数年間には過ぎないんですけどえー、津久市えつくしええかしいの宮とですねええー、あれ豊田の宮あの時もまあある程度はそうですよねでかしいの宮ってでこっちが滋賀桓。 こ二つに分かれていたということで。で、そういう東西分裂の時期が、まあ、あったんだということ。で、神宮皇后が白城に、えー、侵攻して、それから外戦して、で、我が国を再統合されるわけですね。で、その再統合のために戦った時に、 武、えー、天皇の倭国盗聴があってそれと戦ったとは書いてないんですよ。でむしろ中イ天皇の,、うん、そのいとこの大中姫と中イ天皇の間の巫女である、うん、この鹿児坂の巫女と押熊の巫女がいてそれと、うん、戦ったという話ですね。 まあ、もちろんあの、あの、鹿児坂の巫女はですね、戦するために、す,する前に、この運を占ったときに、あの、<laughs> イノシシに噛み殺されてしまったんですけど、で、惜しくの巫女が、まあ、戦ったわけですね。言ってもまだ子供だったと思います。で、あの、だから、その惜しくの巫女を盛り立てる人たちがいたわけですね。 それはあの、和国統調はもうその時にはもう滅んでたわけなんですよ。なぜ滅んだかということやけど、やっぱりこの白木進仰に成功した勢いでここショックを受けますんで、和国成長派っていうのもかなりいたみたいやから、それがいろいろこう、騒ぎを起こしまして、それを沈めに行ったら、あ 西武天皇が罠にはまって殺されてしまったそしてその息子一人いたんですけどそれも毒殺されたんじゃないかそれでえー、なんとかこう和国成長派の方が強くなってであの鹿児坂の巫女や押熊の巫女があ機内にいたもんですからそれを迎え入れてで、えー、東大統合を 図ろうということとですねところが、この兄弟はですね、えー、あの、要するに、神宮皇后は自分のまだできたばかりの赤ちゃんをですね、えー、後継ぎやと言,言って聞かないわけですね。で、でも、よく考えると、なんか、あーその。えー 妊娠していてで,す、ね、であの海月になっている時にその新羅に遠征したわけですね。でだから生まれるのを止めるために、えー、この月延石をですねお腹に巻いていったんだとかいう話でまあそんなん聞いてると本当に、えー、そのお。 宗愛天皇の子供を妊娠しているかどうか怪しいと、月が相変の違うかと、えー、海月とか言うけどもそうじゃないんじゃないかというふうに考えまして、疑っていたと思うんですよね。 中外天皇の子供だと言って、結局、その、えー、和国をですね、あの、産奪しようとして、王権を産奪しようとしている。うんだから、それはやっぱり、あの、認めておら、ダメだというので、惜しくも巫女が、まあ、頑張って、また子供ですから、そういうことを、まあ,あの、言う家来がたくさんいたんでしょうね。それで えー、戦いいになったととうことですね要するに、えーあのー、どうも怪しいわけですよね。えーあのえー、中外天皇の子供かどうか怪しいわけですね。そういうことでね。ほんで、あのー、認められないからっていうので内,内,内,内戦になってしまったということですね。 でも、この白木信仰って、どうしてその白木信仰をするのかというので、あの、通説ではですね、えー、白木は7世紀になって強くなったんで、朝鮮半島を4世紀の間、まだ弱小やから、まだ白木という国名も名乗ってなかったし、で、かの脅威ではなかったんじゃないか。 えー、だからなあその7世紀の新羅の勢いを見て、えー、4世紀の新羅っていうのを創作で作ったんじゃないかということですよね。そういうふうに言う人もいまして、えー、その新羅信仰が本当にあったのか怪しいという特にあのえー 北朝鮮とかあ韓国の人は認めてない <laughs> 人がほとんどですよね。で、えー、で、かやもまあ、豪族連合みたいなもので、国家の統合、統合,統合力はそれほどまあ、強くはなかったんじゃないか、ということですね。でも、やはり、和人諸国と非常に密接であったことは、みんな認めていると思います。で、 えー、高間原の結局、まあ、モデルになってるわけやからやっぱりその茅野にその雨のみなかぬしとか高見結びなんか神結びなんかがですねいたんではないかそういう荒人神がいてですねの家系があったんじゃないかなとで神話的な権威でもって、えー、通称を行ってたんじゃないかな それが、まあ、あその、つくし国が熊楚に滅ぼされた、滅ぼされるという時に、えー、その救援に向かっていたために、えー、かなり北力がそれで、まあ、そがれた。いうので、えー、白木の地域にいた豪族たちが参拝してきたんじゃないか。で、劣っ,ったら白木が、 カヤがですね、白稲の豪族たちに、えー、乗っ取られてしまうというので、で、つくし倭国のですね、えー、兵力を借りたい、つくし倭国とは倭国成長ですね、倭国成長と軍事力を借りたいというので、えー、住吉明神がですね、えー、中和天皇に働きかける役割をやったんちゃう。 いうことですね。それでまあ説明できるんじゃないかなと思います。これがカシーノミですね。で、カシーノミで、あの、受け、あの、サニというのをやりまして、サニという、まあ、庭が、庭で、あの、神があ取り付いて、えー、命令する、そういう儀礼がありまして、沖縄新しい名が神寄せをするんですね。で 天皇、えー、にですねあのまさに熊の国を討たんとおしたもう時と時、えー、熊蘇国を討たとしたもう時に天皇は帝を惹かして竹之内つくねのおとどさにわにいて神のお御琴を小祝いう祭りきここに大きさき神寄せして琴、えー、を教え 里市、えー、のりたまおい、おそらくは、石の方に国あり、えくがね、しろがねを、初めて、ね、えー、目の輝く、草草の、草草の、おちんぽますけどね、え <laughs>、どう読えー その国に沢にあるを、我今その国を寄せたまわん。ここにめら、えー、みこと答え申したまわく。高きところに登りて西の肩を見れば国は見えず、ただ大会のみありと、ねえー、偽りす神とおぼうして、 えー、御事を押しのけて引きたまわず、うーん、えーえー、黙るわけですね。これ、えー、おだ、おだ、おだす。黙るというね。えー、<laughs> つい忘れてしえー、もだしやね。もだいた、もだ、もだいた、もだいまし。 いましとと黙ってしまってたということですね。これはだからあの高いところに登ってね西の西の肩に国ありっていうけどもつく、えー、市の霞の宮っていうのは博多湾のところですのでそこから西は海しかないんですねだから国なんか見えない薄ばかりつくなということでね白木の国なんか大ぞとい。 白木の国にないことをし知らないはずはないんですけれども、まあ,あの、あげ足取ってですね、相手にしなかったわけですよね。で、あのなぜここでも西の国方に国ありというふうに、沖縄・忠島が言ったのはなぜかということですよね。それはあの、もともと、経費においたわけですね。で、経費で白木の話を聞いてたわけ わけで、だからあ白木はですね、えー、経費から見たらですねあの、えー、西の方にあるんです。で、ここから見たら西は海ばっかりっいうことで、ね。だから、くしくもですね、そのとんちんかんなことを言っているようなんですけども、それはやはり、あの、 経っていうのがあって、まあ、そこに沖縄垂れ島がいたということですね。だからそういう間違いをしたわけです。だからあ、かえってそのリアリティがあるということですね。その間違いにもね、リアリティがあるということで、えー、後世の作り話とは言えないんじゃないかということですね。えー、それで、あの、<laughs> そういういことなんですよね。えー、で要するに熊楚を撃てというのに対してあのこの大君であるカツイコは熊楚を撃てじゃない白稲を撃てということに対してね熊楚で手いっぱいですからあそんなことする余裕はないということで断ろうとしたわけです。ね。でも熊楚との戦いずっとやってるけども 立ちが開かないわけです、ね、クマスはやっぱり三冠平地では強いわけなんですよね。えー、だからあのい,ついつまでたってもか勝てないしこっちも自利品になっていく恐れがあるので、えー、それよりも新羅に行けばですね、えー、そこは宝の国やと。だからいっぱい財宝をですねあの取ってくることができるやん。 そうしたらその、それでもって熊僧、えー、を買収し,しましてね、えー、手な付けたら熊僧との争いもですね、収まって、で、あの和国東聴をですね、かく乱するのに熊僧を使うばですね、えー、和国東聴をやっつけることもできるということなんですよね。そうえー そういうことをまあ考えているみたいなんですよね。えー、でもおその話はあ帝には全然通じなかったので、い、えー、うことを聞かれね、多分死んでしまえという,うにこう言われてしまったわけなんですね。だから、あここでも蚊や死体の本当は白木信仰であって、 カヤが白ラに参拝されて <laughs> いるんですから、あその白ラと戦うときに、まあ、兵力は足らないから、和国成長からですね、えー、兵力を出してくれということなんですね。でそれを、あの、あたかも白ラの領土と宝を和国成長に賜るような話にこの、解策しているわけ かなり改革がだ、ねねえー、だから、あるわ。ね。だから、その、えという、しらぎ、えー、か、え、や、ーえー、の状況だとかですね。えー、白木にしらぎに参照されていることとか、それから、まあ、つくし和国。 が熊野にやられた時の言葉だとかですねいろいろ住吉明神知ってますからあその沖縄たらしい名がですね、えー、経費から連れてこられた時に一緒に二の偵察をしたらそこで政治教育をしたんじゃないかなと考えられますねそれで住吉明神の話をですねでかなりの共感を覚えたんじゃないかということですねえー ということを聞かれへんのやったら、もう死んでしまえと、こうなったわけですね。えー、それで、あの、でもまあ、あその、ショックで死んだというふうに書かれてるんですね。えー、あの、書かれてるわけなんですけど、ショックで死ぬというのはちょっとね、考えられないんだけど、まあ、本当はどうだったのかということですね。 日本書紀だったらショックで死んだと書いてなくて、あのそれから後にあとにクマソと戦ったけど、やられてしまったとか、あ勝てなかったとかね、えー、腕病気になって死んでしまったとか、書いてあるんですよね。でもまあ、それであったらね、あのえー、日にちとかが合わないんで、 やはり古事記に言ったようにその,その日にな2月のと時にですね、えー、死んだと考えられるんでそうするとあのー、あまりにもですね、えー、人道に迎えたまえ死んじまえみたいなこと言われたもんだから帝のプライドが傷つけられたで、えー、沖縄新しい目に対してですね、えー、帝がですね、あのー、切りかかって 例うば、ね「死んじまえー」新島へと言われたものだから「王宮に向かって無礼な」と怒っておおきは刀を抜いて無礼打ちにしようとすると物陰で様子を見ていた住吉明神が飛び出して止めに入っておおきの刀を奪おうとして揉み合いになり結局思わずおおきを斬ってしまったというのではこれはあの僕の想像ですけど。 えーまあ、そういうことが起こってしまったんで竹之内敷根があえらいこっちゃということでね、えー、ここは神のお告げでショック死したことにしようということで、えー、納めたという筋書きをまあ考えてるんですけど、うんえー、まあ想像にを出ないんですけどもねでもなんか事件が起こってただこうショック死したっていうのもちょっと。 あり得るかなと思ってそこはね住吉明神のことだから「大きみの外堀を埋める」意味で竹之内敷根とも次前に林儀を仕当てて、えー、白木信仰について承認を取り付けてあったとかしたらですねえおおきみだけちょ孤立してたわけなんですね。だからあーそこで大きみが刀振り回したんで。 えー、住吉明神が止めに入ったらつい、まあ、殺してしまったということですね。ほ <laughs> んで、あのー、住吉明神、まあ、どうやったらいいかということでね。前後策を考えるわけですね。で、えー、沖縄新しい名はあまたそのさにわでですね かてからね、およそこの国は今しの三原にいます御子知らすところの国なりと神の御事を告げたということでね妊娠している子供の、えー、が後を継ぐんやということ言ってるわけですねでも沖縄新しい目には中華天皇の死の前日あたりに辞退していても しているかかかどうか分かりませんよ、ね、だから自分の子にお、えー、大きみの位を継がせたかったら急いで妊娠する必要があるわけですね。妊娠してるかどうか分かんないから。それで住吉明神と死の当日に密輸を交わしたと住吉大社神代記にあるわけで。でそうなったら住吉明神も、まあ 相手ををすることをです、ね、断りきれない断ったら、まあ、白木進行に参戦してもらえないですそれで月延べ石でですねあのお産を送らしたという9月に結局海月ということにしてたわけなんですけど、えー、なぜかというとその2月に妊娠したと言っているで,で妊娠分かるのは大体3月ぐらい経ってからだから12月とか11月に妊娠したと。 ということで、9月ぐらいを海月にせざるを得なかったんです。ところが、実は違うかったわけですね、海月じゃないから。でも、海月のふりをしなければいけないで、えーえー、あので、出たらいけないという、から白木信仰しなあかんからといので、月の石を巻いてですね、で、おっさんを送らしたということにして、12月に産んでるわけです。 だから、2月から十月10日で、ま生まれている。まあ、ギリギリ住吉明神の子かもしれないし、あの、えー、ギリギリ、あの、えた、ー、し中継子で、中和帝の子もかもしれないんだけども、まあ、それはあまりありえないやろう。ということですね。住吉明神の子であろうと考えられるわけですね。まあ、そういうことで、えー あの沖縄新しい姫天祥というのはですね、えー、こ,のこういう何ですかその月延の石の話だとかこういう話を読んだらですね当時の,の人でもですねこれをごまかしてるんじゃないかとかああいうことが分かりますですからあ7世紀の末にねそういう 天皇家の血統が怪しいみたいな話をですねあの作る必要もないし、えー、作ったらですね、えー、あの天皇家の権威に傷がつくわけですから作るはずもないわけですねこれ伝承でみんな知ってる伝承だからあこの,この,この古事家日本書紀に載っているというふうに考える方がまあ自然であるということですね。 で,でも、どうして北朝鮮、韓国の人はあそ,のそれを信じないかというと、まだ倭国は未開であったと。軍事力や船の技術なんかでも、うんらぎ侵攻はできないと。倭国の力だよね。そういうふうに思ってるわけ。でも、それは大きな間違いで <laughs>、かやも倭国の 一部なんですよね。和人の国なんで,すで茅は朝鮮半島の国ですからあ進んだあ技術を持っていたわけですからねだから九段白髪に負けないぐらいのあ技術を持っていたとだから当然その茅から対馬行きに進出してそれで大谷島に えー、和人はあ植民したわけですからあその和人の国もですね当然その船の技術とかは強力なものがあったんだということですよね。ほんでまあ白木侵攻あったんですけれども、えー、その白木はですねまともに戦うことができずに、えー、この 降伏してしまったわけです。あまりにも急に奇襲をやったもけです。で、今よの後、す、えー、めらみことの、みことの間,間に間に、見まかい。見まかいというのは、馬の飼育はかりということですね。えー、年のごとに船をなめて、えー、並べてということですね。えー、潜伏乾かさず、常にその貢物を送り届ける船。 えー、家事を乾かせずですね、鳥かじ、とも、えー、に、えー、雨土に預かりて、えー、引かず、うん、使え、建松なんてつらんというわけで、これから水菱物を毎年持ってきますというとです、ね、そういうふうな、まあ、約束させられたという。 で、し、白木王は、あこの、和解になると言って、証拠を隠さないと、こう、制約してるからあ、殺す必要はないということなんですね。え、時にあるいは、いわく、白木王を中戦と干す、思うと、ここに、え、皇后、王大木崎、いわく、ね、えー、はじめに神の、 教えを受けたまわりに、受けたり、死に、死が抜けてるね、死に、まさに、小、えー、金、白金の国を授くと、また三軍に号令して曰く、自らあ従う者を殺す中で、今すでに宝の国を得たり、また人自ら、おのずから、あ 降伏するこれを殺すはよからず、ね、えー、進んで降伏している人を殺してはいけない、すなわちその枠を解きて、えー、うまかいべとなすということでね、えー、あの、まあ要,要するに属国にして、えー、密ものをさせさせるということ。ところが、あの、 一説もありましてね、やはりね、王,王は殺されたんじゃよかと。一章によればって、ちゃんとあるわけです。白木王を殺して砂浜に生まれたら、埋めたら。王妃が御言持に色仕掛けでその場所を聞き出して、王の遺体を掘り出し、えー、御言、えー、持を殺して、長官やね。日本からその植民支配、えー、している長官を殺して、王の墓の下に埋め。 尊敵の次第、叩くこのごとくたるべしと。ね。えー、王の方が偉いと。御事持ち、えー、よりも偉いと。倭国の長官よりもね、偉いんだと。いうことで。そういうことを、その、岬が言ったということが分かったんで、えー、責めら巫とはこれを聞いて、また怒られ、太平を。 送って白木を滅ぼそうとされた軍船は海に満ちて白木に至ったこの時白木の国人は大いに恐れ皆で図って王の妻を殺して罪を謝ったとありますというわけでやっぱ王を殺している, <laughs> るという話もあるわけですこれが神宮皇后、ねえー、天下を取った除血ということ えー、鎧つけ女だてらに女だてらにいたら差別的えー、白く売り、えー、天下取ったり沖縄ただしはということを沖縄ただし要するに日本の歴史の中でねこういう鎧をつけて戦った女傑、えー、がいたいだろうか えー、しかもその天下を取ったやないかということですよ実質、あこの大君やったわけですよね。子ども、あのー、王人というのは子供やったからね、まだ天皇とも名乗ってなかったし、えー、実質、神宮皇后が大君と呼ばれてたんじゃないかと思われるわけです。だから、天下取ってたわけですよね。だからそんな 除血は初めてです。でしかも倭国再統合してそれで壱岐対馬加山でですね、えー、この三丸にしたわけです。属国にしたわけです。そうなんは、まあ、いないわけですよね有志以来。豊臣秀吉も朝鮮を占領しようとしたけど失敗しちゃったわけですけどね。 えー、だからあ、神宮皇后というのは、まあ、日本の歴史でも、えー、最もですね、そういう意味では、あ除血であるというか、まあ、男も含めて、えー、覇者であるということが言えますよね。だから、あそういう意味ではねあの、すごい人物であるということですね。だから あのそういう人物が果たしていたかどうかという問題ですね、えー、それがやはり、えー、問われるわけなんですねであの本田家を白木信仰から帰ってからですね12月に産んでそこの土地を、まあ、海と名付けて、えー、そしてアナトの豊浦の宮に 移り、いよいよその、ヤマトに、機内のヤマトの方にですね、えー、向かおうとしたわけですね。もうその時に、その段階で倭国盗聴はなかったわけですね。で、対決したのは、鹿児島王と押シクマということは、倭国盗聴がやっぱ崩れちゃったということですね。これで、あのー、 和国成長派というのが、まあ、いたわけですからあ当然沖縄新しいにしても、えー、竹之内の宿根にしてもですね、えー、勢力を機内に残しているわけですからその人たちの、まあ、息のかかった人たちが和国東朝にいたわけですそれが勢力を広げたわけですねそれで、えー いいろろ騒ぎを起こしたり兵をあげたりする連中もいてそれを沈めようとして、えー、若新しい飛行オキがですね、えー、兵を出そうとしたらわらにはまって殺されてしまうあるいは息子がいたんですけどそれも誰かに毒殺されてしまったというようなことで、えー、この 大きになる人がいないわけやから,だからどうしたらいいのそんならああ嵐中継子のそこがね惜しくもと鹿児島がいるやないかとでそれを迎えてでえ国成長とですね、えー、もう一回こう融合したらいいやないかということなんですねところがそれを迎えちゃうとまあその厚次問題で どうもその信用できないということが浮上してきて、でやはりこう一戦交えなければならなくなっちゃったではないだろうかということですね。まあ、そういうことなんですれで、あのー。結局、沖縄新しい名が結局、あのー 東の方に行ってですね、統制で結局、押しをやっつけるわけなんですけれども、なかなか手強かったんですよね。で、だからそのやっつけ方も騙し作戦が多かったんですよ。で、まず最初にですね、その、えー、敵を油断させることが、 肝心と,いうことで、えー、一番この元になってるのはあ沖縄県の息子ですね、えー、それが本田和家の巫女なんですけどまだ赤ちゃんですよねその死んだとか言うんですよねで、えー、葬式の船を、えー、ににに入れてですね缶をこうあー瀬戸内海を通すという。 行くわけなんですね。それで、あの、えー、しかし、えー、あの、本人はそんな船に乗ってなくて、別の船で、えー、この竹の内の宿根と一緒に、もう、紀州に行ってたわけです、ね。ほんで、あの、その、葬式の船には、兵隊が乗ってた。というそれで、あの、 オ熊クマをへ大とこぶつかって、えー、戦争になるわけですね。ででもやはりあの沖縄新めに対する反発が強いんでなかなか勝てないんです。それであの騙して沖縄新め死んだっていうよなまた話をしてですね。これあの自ら武装解除をあのして。 えー、その成長派がねあの武装解除保険たらしめの武装解除をしてですね押熊、えー、をが買ったみたいに見せかけるわけですね。で安心して、えー、カタカタって騒いでて油断してたらまたつがえてですね隠し持ってた鶴をつけてですね。であの えー、戦を再開してでやっつけたということですね。で結局騙された子供騙しにあえて子供やるって子供騙だましにやられちゃったわけですね。まあ、そういうだまし作戦というのは多いですね。事件のそれで、えー、その倭国斎藤をやっただけではなくて、まあ、先ほど言ったけども。えー あの岐津島も、えー、飲み込むこれをその時はですね住吉明神っていうのは壱岐対馬の棟梁棟住吉三人ですよねそのうちの壱の棟梁があ沖縄正しい名と関係して王神天のを生んでるわけです。であのー、その住吉明神 をですね、祭る神社を、神社はもちろん、つくしの方にもあるんですけど、なにわにですね、大々的に作ると、それを説明したい人ですね。えー、さただその、その神社だけではなくて、あのその周辺にですね、結局、壱岐対馬の天たちの住居、本居みたいなのを、 作ってで水運というのは日本海の水運だけじゃな,ないんだと。これからは大谷島全体が倭、まあ、国、統一倭国なんだから、その中心、水運の中心も何はでないといけないから、何輪に住んでくれということで。で、豪華な屋敷を、まあ、与えてやるわけですね。 なにわに来てその中枢を握ってであのあと次もですね実は酢飯病院におらんだ酢飯病院が天下取ったみたいに見えますよねそうやって、えー、生津島の人たちをなにわに持ってくることによってうんそのあと切れるわけですねでやはあくまでも生津島の水分を使って えー、和人諸国をあの統合してたわけですよね。通称を支配するそれができなくなったので、カヤのまあカは文字を書けたり、えー、大陸の文明に詳しいですから、ああ約官僚もああたくさんいるわけだから。まあそれが統一わ国ができちゃうとですね、今度はわ国の方が必要に。 なるわけですよね。大和政権。だから結局茅谷から引き抜きをやるわけです。だから結局茅谷もバラバラになっていくわけです。それで、えー、結局、えー、どっちに着くかということでね、えー、もう要するに大和政権の出先機関で言えないかというとあくまでも茅あそのかやは茅谷では茅谷で。 独立してやっていくと朝鮮の、うん、一国としてねやっていくという派にこう分かれますよ、ね、それで内戦になって殺し合いになって神々が荒人神連中が皆まあ、主なのは死んでしまってそうしたらもう周囲からまあ、いたらあ侵略されるおそれがあ大和政権が兵を派遣して接種してしまう。 続国にしてしてまったとということなんですよそうやって結局、まあ、空前の,、えー、この勢力になってですね、うん、極東の、まあ、強制大国になっていったということでね、まあ、それを英雄としてこの沖縄新しい名というね、えー、まだ若かったわけですけどもそれがあの活躍したということなんです だからそういう、まあ、英雄時代にふさわしかったわけです。ということで、まあそえー、そういうふうに再現できるんじゃないかなというようなことなんです。えー、それをもう全部あの、えー、架空だということによって戦後歴史学がやってきたわけですね。しかし、えー、それは方法的会議という方法を使ってやってきたわけです。 僕は方法的信憑というのがあってですね、えー、むしろ逆にそういう驚くべき除傑がいたという話を驚いた方があ説得力があるんじゃないかということですね。それでそ,そ,その後の歴史もそれを踏まえてこう展開しているというふうに捉えた方がいいんじゃないかということであります。 えー、それでまあ再現ということやりました島田。二時間ですね。